はい、今回はロブロックスのトリックアトリートだったかな？なんかそんなタイトルだった気がします。フラッシュライト。お、びっくり。これは課金のやつか。Go Trick or Treating。はあ。お。多分外に行くんだろうと思うんだよね。その割には家の中ずっといるけど。外に出かけて、ご近所さんを脅かしに行くんじゃねえかって思ったんだけど、あのご近所の家とかにお菓子をもらいに行く的な感じで考えればいいのかな。あ、やっぱそういうことか。ほらほら、これなんかできるよ。ほら、来た。はい、トリックアトリート。おい、お、怖っ。怖っ。怖っ。おお、びっくりした。さっきの人何だったの？ さっきの人何だったの？上半身しかなかったけど。めっちゃホラーなんですけど。もう、急に周りがホラー。ご近所さんがホラーですよ。ここはないんだな、何も。なさそうですね。こっちか、こっち行くか。ハロウィーン、ハロウィーン。はい、こっちもピンポーン。お菓子くれ、お菓子。来た来た。はい。おお、くれる。なんかちょっと怒ってる？そんなことない？ 怒ってないよね。はい。すごいね。しばらくお菓子食いたくなくなるよね。こんなにたくさんもらってたら。あ、ここはちょっとチャイムがな、違うんだ。わーい。はい、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 おかしい。はい、ありがとう。どこだ？なんか違うな。キャンディーインサイド。え？インサイドって書いてるんだから、ダメ？言っちゃダメなの？ダメなの？ ダメっぽいね。え？向こうの家か。ずいぶん遠いな。これ何？ああ、燃えてる。お、これもまたちょっと、うるせえな。うるさくないのか、これ。中の人も。ああ、家の中で帽子かぶってどうした？ イェーイ。あと4つ。あと4つ。あと4つ。あっちの方ね。ここは違うのか。ここは教会か。教会ね。誰もいないの。なんか書いてるな。ワンダーランド、リスン・トゥ・ザ・サウンズ・アンザ・クロスズ・シャル・ビー・ファウンド。ほう、知らん。どうもね、このパンプキンを見るとね、僕の大好きなドイツのバンドのハロウィンっていうのが、こういうマークなんですよね。決まったアルバムのジャケットとかにはああいうカボチャが載ってるんですけどね。はい。キャンディー、キャンディー。はい、ありがとう。はい。ね、なんかこう、笑顔で渡してくれたね。さあ、残りここは？ここも、トゥーンしかならんな。トゥーンしかならんのか。それはそれでどうなの？お。あ、綺麗なお姉さん。ありがとう。わーい。わーい。やっぱ女性にもらった方が嬉しいね。本当に？ 本当に？自分で言っといて。うん、これ普通。あ、うるせえ。何？学校？学校ですか？おは、すごい格好してんな。なんで、激しいな。あ、でもちゃんとくれるんだ。あんななんか激しそうな格好してるけど、ちゃんとくれるんだね。向こうか？
はい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 。あ、キャンディーインサイドの家。決まった順番じゃないといけなかったのかな、これ。こんなチャイムなる？チャイムなるじゃない、チャイムある？ あ、下から。In the church, with walls of stone, you'll find the key not alone. え？向こうだよな。あ、あったあった。すーね、こっちに行く。ビョーン、ビョーン。てか、俺だけか、子供は。俺だけか？なんか、他の人は誰も、ハロウィンを楽しんでないぞ。てか、子供をね、みんな、トリックアトリートしに行かないのか？あ、なんかある。おう。なんか、撮ったぞ。なんか撮ったぞ。これで1個ゲットしたってことなのかな。これはあれだね。いろんなところを探し回らなきゃいけないみたいで、大変だな。向こうの方に何かある？これパンプキン取れるの？あ、取れるんだ。ああ。そんな やかましい やかましい。とりあえずパンプキン、あのスピリットのやつは取っていける。それでエンディングが変わったりもするのかね。まずは1個。はい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 。じゃあ次は場所が分かってる。これ取るか。あれ？これじゃないな。あれどこだ？さっきのやつ。これか。ここの2階だな。どっから入りゃいい？ すごい。道なき道を ここら辺から入って、入れない。入れないか。あれ？これどっから入るんだっけ？これか？これだ。これの、こっち側か。この奥か。違う。こっち、こっちの奥。ういー。これで2個目。ういー。どこや？教会はどこですか？これあれだよね。十字架を取ったところも、びっくりマークが出たまんまになってるから、それがちょっと紛らわしいね。紛らわしいんですよ。教会はどこですよ。こっちか。これね。最初何の話してんのかと思っちゃったよね。この、十字架取ってこいみたいなの。はい。で、もう一個がどこにあるんだよって話だよな。あれか？あれはびっくりマークじゃないのか？ただの窓の明かりか？ちょっとわからんけど、進んでみるか。びっくりマークっぽいけどね。あそこに最後の十字架があるんじゃないでしょうか。違ったりしないよな。あ、これ来たことないな。うん。ああ、しかもすんごいわかりやすいところに置いてある。えい。よし、これで3つ揃ったぞ。なんか光ってるな。え？何これ？取れないんだ。取れないのか。どうやったって取れ、あ、取れる。イェーイ。コイン。なんか、いろいろあるんだな。
実のところいろいろあるんだ。ね、さっきはパンプキンのスピリットはどうこうみたいなやつも取れたし。あれだ。言ってくれれば取ったのに。取り逃してるやつ結構あるかもしんねえな。いやーかましい。これは違うな。確かどっかあったよな。2階だっけ？いやーでも11個もはわかんねえな。ない。ない。ないぞ。気のせいか。自分の家にもあったような気がしたけど、気のせいか。これちゃうやつだもんね。よし。とりあえず手に入れたんで、行ってみるか。これ、ここら辺の民家に勝手に入れたりしないのかね。いや、入れないよな。あれ、入れた。入れたんですけど。ああ、でも入れたけど、その先がって感じか。なるほど。入れるのは入れたりもするんだな。ここも入れるんだ。入れるけど、ああ。どうなんだろうな。集めるとなんかいいことあんのかね。あのコインとかさ。とりあえず次に進めていくか。はい。それましたよ。なんかある？なんかあった？なんもないよね。あ、開くんだ。奥に行ける。教会の奥に行ける。あ、立派な教会。あ、みっけ。えい。鍵がある。どっか鍵があるんだ。なんかあの机の上にありそうだね。はい。鍵。これはなんだ？これ関係ないのか？取れそうだけど。関係ない。あ、取れないわ。取れませんでした。あ、コイン見っけ。まあ相変わらず何のためのあれか、コインかはわかんないけど。取れるものは取っておきましょうか。これなんもないもんね。ランタンだもんね。で、マンション。マンション。それがどれかわかんないんでね。それがどれかわかんねえわ。そんなマンションって言われても。なんもないか。あの手紙のところのことかな。これなんもないね。なんかある？この裏側なんかあるのかな？あった。ええ。これでもないか。これは関係ない。これか。これだろ、多分。マンション。これに入ってて、あれ？開かない？開かないの？これか。えい。ほー。ほー。どうした、これ。なんか壁が 廃墟のようだけど、誰が手紙を下から出したんだ？こっちの部屋もあるな。なんだかんだで広いね。これはキッチン。
あと一個だ。コインはあと一個になったぞ。なんもないな。登る？登るか。右側から行ってみる？おお、びっくりした。えい。6。お、なんか目が回りそうだな。目が回りそうだもん。ん？あ、何あれ？なんか霊体が 霊体がどっかに消えてった。お、びっくり。何これ？開けていいの？これ。エンターって書いてるけど。燃えてますけど。燃えてますけどね。え？あれ入っていいの？燃えてるけど。怖えよ。あ、入れるんだ。あ、入れるんだ。普通に。え？どういうこと？もう一目散というか。この不思議な世界から出れるとかそういうこと？なんだなんだ？なんだなんだ？どこに通じてる？あ、あれ？あら？こっちもある。やべえ。やべえ。どこが正解だ？なんだこの道は？ なんだこの道は？ちょっと。あれ？怖い。怖い。怖いぞ。怖い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 。怖いんですけど。ちょっと怖いんですけど。あ、ん？ターンランドって書いてますよ。こっち？もしかして。どうなってんの？え？なんでこの網だくじみたいな。こっちか。あ、こっちっぽいな。こっち。こっち出れる。よし。出れたけど、よくわからん。出れたけど、よくわからんぞ。あ、これなんて書いてんの？あー、なるほど。全部揃ってないと出せないっていうか、出れないんだ、こっちは。こっちは。あ。パンプキン、ふい。7しかねえ。まだ7しかねえぞ。で、ここは出れない。こっちの方に何かあんだ。ここは。おう、びっくりした。あれーって感じ？ん？ Run for your life！ ちょっと待って。どういうこと？どういうこと？どういうこと？あ、こっち。こっちに行くの？知らんけど。あれ、もうなんか俺より先に進んでない？あの人。ハテナって書いてる。なんだ？なんだなんだ？いいの？これはこっち進んでて。なんか、俺より先に行ってる。なるほど。あの人が出たら、こっちもゆっくり出ればいいんじゃないの？はい、行ってらっしゃい。どうなるんだろうね、これ。あ、どっか行っちゃった。ああ、消えちゃった。ああ。なんだ、これ。
レーズ、出たよ。あー。あ、逃げれなかったんだ。マジか。ハッピーハロウィーン。はい。ということで、今回はハロウィンにちなんだゲームをやってみましたけれども、まだ全然エンディングたくさんあるぞ。はい。まあね、ロブロックスやってる方はぜひやってみてほしいですね。ちょっとね、十字架を探すのが大変だったりとか、パンプキン集めるのが大変だったりとかするけれども、そこら辺はやりごたえがあるということで、いいんじゃないでしょうか。はい。ぜひやってみてください。では、また。